JR 貨物は100経過車。JR 貨物は100経過車。JR 貨物は100型貨車とは、日本貨物鉄道。JR 貨物が1992年、平成4年に試作した、複合一貫輸送、道路鉄道対応の貨車、有害車である。クレーンやフォークリフトによる二役作業を介さず、異なる輸送機関の間を直通可能とする。 複合一貫輸送対応車両の一種で、道路輸送用のセミトレーラに、専用の鉄道走行用台車を装着し、鉄道上の直接走行をも可能とした車両である。道路走行時は、専用台車から分離し、トラクタを連結する一般のセミトレーラとして使用する。トラック、鉄道間直接積み替えの試みは、日本国有鉄道。 国鉄時代の1960年代からなされており、フレキシバン方式、カンガルー方式などの試作者が教視された。これらの方式は、特殊構造に起因する投資コスト、保守コストの過重が実需への導入を困難とし、輸送主体である、国鉄自体も経営悪化から、貨物輸送の縮小均衡施策を取らざるを得ない、状況下にあって、実用化には至らなかった。 1987年の JR 移行後、JR 貨物は輸送経路の一貫性と効率化等を目的として複合一貫輸送の可能性を模索し、道路、鉄道間を相互に直通輸送させるバイモーダルシステムの開発を1989年、平成年から日本鉄道車両工業会の下で開始した。試作者として本形式の産両が1992年、 平成4年に製作された。JR 貨物では、デュアルモードトレーラーと称した。各種試験に供され、車両としての基本性能は実証されたが、台車着脱をはじめとする技術的な問題や、物流情勢の動向ら実需に供されることはなく、2002年、平成14年に車席を抹消されている。車両本体は、 道路走行用のアルミボディ版型セミトレーラであり、単独での車体長は11、300ミリメートル、荷重は13トンである。フレーム、車台部は、鉄道走行時の引っ張り力や車単衝撃を考慮し、中央の張りを強化している。道路用の走行装置は、ダブルタイヤの二軸配置で、喧嘩装置には、鉄道台車連結作業時に車体を上昇させる、機能を付加した。 空気バネを搭載する。鉄道走行時に使用する専用の台車は、車体の連結部直下に位置し、一台車で、隣接に車体の自重を支持する、連接車として組成される。試作車群では三車体を四組の台車で支持する、構成で、台車装着後の編成全長は40、840、mm、ミリメートルである。鉄道用走行装置は、台車並びにトレーラーボディを、積載固定する、 アダプタフレームから構成される。アダプタフレームは、一般貨車の大枠車端部、台車枕両から、橋両に相当し、連結器、各種配管、ブレーキ装置など、貨車1両分の走行機能をすべて搭載する。トレーラーボディの固定は、トレーラー部の後端、横両とトラクタ連結用のキングピンを併用する、公式で、比較のために種の異なる固定方式を採用する。 台車は、古機100系コンテナ車で使用される FT1 系列と、基本構造を共通とする FT1A 型で、基礎ブレーキ装置のブレーキシリンダや、ブレーキテコを一体組み立てとして小型化した、ユニットブレーキ台車内に搭載する。これは本形式の使用上、ブレーキ装置を創価できる、基礎空間が車体部にないための措置である。ブレーキ装置は、電磁弁を用いた、CLE 方式、 大荷重装置不電自自動空気ブレーキで、鉄道上では最高速度時速 110km での走行が可能である。留置ブレーキは、アダプタフレーム側面に回転ハンドル式の手ブレーキを設ける。外部塗色は、車両本体である、トレーラーボディがアルミ地肌の無塗装、専用台車のアダプタフレーム及び台車枠は、ファストブルー、明るい青である。トレーラーボディ側面には、 愛称の DMT を図案化したロゴマークを付す。道路鉄道への転換は以下の手順で行う走行装置は校内留置場所の制約を回避するため、フォークリフトによる移動が可能な仕様である。制作後、1993年、平成5年から東海道本線の東京貨物ターミナル、清晶貨物館などで走行試験に供され、 時速 110km での通常運転など、車両としての基本性能が実証された。本形式は二役機械を不要として、二役作業の省力化、リードタイム短縮を基としたが、台車着脱の煩雑さが二役時間短縮の減災要因となった。コンテナ輸送にあっては、海上コンテナの鉄道輸送が進展し、ISO 規格に準拠したタンクコンテナを、 主とする車扱い貨物の置き換え施策もあって、拠点での二役機械導入が進行したことも、本形式の導入儀を低下させた。加えて、景気交代の情勢下にあって実時そのものの発掘が困難であったこと、さらに日本の法体制上、事実上の二重課税が避けられない車種であることから、量産への移行はなされなかった。1996年、平成8年以降は使用されず、 2002年、平成14年に3両とも車席を抹消され、その後は川崎貨物駅構内にて留置されている。本形式の除席後も DMT 方式の可能性を模索する動きは途絶せず、2008年、平成20年6月には、滋賀県内の運送業者が DMT 方式による共同一貫輸送体系の構築を提唱している。これは、 中小運送会社で構成する全国規模の共同組合を主体とするもので2010年平成22年に予定された前原貨物ターミナル駅開業に合わせ2009年平成21年に実証試験を開始すると知りた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。